少し生ける者の意志は全て尊重されるべきです。そちらの公演が終わる頃、しずくちゃんからイディアさんのメッセージを受け取ったから、先にここでみんなを待ってたの。じゃあ、レッシグさんは？レッシグさんは力仕事を全部引き受けてくれたんだ。力尽きて、今は部屋でぐっすり寝てるよ。なんか申し訳ないですね。全ては償いだと思えばいいわ。終わらせないと、彼も安心して眠れないってこと。もともとそうすべきことでもあるんだから、彼のことは気にしなくていいのよ。そうですか。それじゃあ、私たちは急いでベルーリア・ミラージュのコアを修復しましょう。ここって、オイラたちがしずくちゃんに初めて会った場所じゃないか。そうですよ。ベルーリア・ミラージュのコアは一番大きな周流映写塔であり、そして神経全体が一番大きな先生図なんです。私たちが見た全てはこれが生成したものってことか。本当に不思議だな。前と同じようにコアの先生図を使ってこれを修復すればいいんだよな。はい、その通りです。パイモンさんは理解が早いですね。えひひ、これだけ何度も修復すれば覚えちゃうもんだって。それじゃあ始めましょうか。これが最後のステップです。おう、なんだか急にやる気が湧いてきたぜ。ホイール自体がパーツで構成されていますから、パーツを台座の上に置いて元の形に組み合わせるといいと思います。え、でもオイラたち元の形を見たことないんだぞ。大丈夫、多少ずれててもいけると思います。回転さえしてくれれば何でもいいですよ。きっとうまくいくはずです。お前、適当な時は本当に適当だよな。八重堂は定額の仕組みについて深く解説した本を多く出版しているので、とても気に入っています。
でもホイールは回らなかった。パーツは新境のコアに戻りましたし、ホイールの形もこれで修復されました。だから全部問題なしですよ。傷が徐々に癒えていくのと同じで、もしかしたらいつかの真夜中に突然コアホイールはそっと回り始めるのかもしれませんね。ほう、イディアなら今すぐ動かせるもんだと思ってたんだがな。それは、ん？神境の元の姿もイディアさんが隠している美しい姿もどちらもとても楽しみですね。クレイもイディアお姉ちゃんが魔法を使うところを見てみたい。きっとすっごいんでしょ。お前たち何言ってるんだ。なんでクレイまで知ってる風なんだよ。つまりマスコットの正体よ。だから前にも言ったでしょ、イディアさんは決してご自分が思っているような存在ではないと。イディアさんにはイディアさんだけの特殊な力がある。薄々気づいていた人もいたようですね。軍師さんは最初から気づいてたのか。私はエウルアと話してる時に気づいたんだ。一見のんびりしてるように見える軍師のお嬢さんが真相に気づいた最初の人ってことか。君もよく知ってそうじゃない。みんな全部知ってるんですか。誓って、わざとみんなに隠そうとしたんじゃありません。ただ心境に迷い込んだ旅者にとっては今の姿の方が本来の姿より親しみやすいでしょ。あ、私怯えた目で見られたくないんです。え、一体何なんだよ。みんな何でわかったんだ。そうですね、神教の住民たちは神の目を持っていないはずですが、彼らからは水元素の力を感じました。小説を読んでぼーっとしていたらふとある可能性を思いついたんです。水系元霊は様々な姿に変身できる。ならきっと普通の人間の姿にも変身できますよね。本当に鋭いですね。では改めて自己紹介をさせてください。私は先代の水神が亡くなった時ここに流されてきた純粋精霊イディアです。イディアお姉ちゃん、すっごく綺麗。いきなり本来の姿で話すのってちょっと恥ずかしいですね。こんな美しい姿なんだから自信を持って人に見せられるじゃない。私にそんな勇気はありませんから。え、それじゃ今まで会った人たちって。要するに水系住民の原型となった人々はもうここにはいないんだろう。はい、彼らがここを出たくなったら私は彼らを砂漠の果てまで送るんです。実はこのパーツも彼らが残してくれたプレゼントでした。でも彼らがここに入ってくる理由がとても気になって、だから私は周流映写塔を使って彼らの願いを具現化したんです。願いを叶えられるのは瓶の中でだけ。そういうことです。本当に眩しい光だな。ということは神境のコアから外れた部品は持ち主の元に戻ったわけではなかったのですね。部品の落ちた位置に関係している持ち主とエリアが具現化されたということなのでしょう。でも今パーツは全部回収しちゃったよな。もしかして彼らも。安心してください、彼らは消えませんよ。私が覚えている限りは。批評し合っても一緒にはしゃいでもいい。この元凶の中で
彼らは永遠に私の友達なんです。ビュンビュン爆速車も監督のお兄ちゃんもすっごく面白かった。クレイは忘れないよ。私もだ。この不思議な冒険のことは絶対忘れないよ。さてと、じゃあそろそろホイールを再び回しますね。任せたよ。水みたいに優しいマスコットさ。ドキドキするぞ。失ってしまうはずでした。しかしこの神教の中では数えきれないほどの人々が自分の願いや贈り物を残した。それらがこの再起の供物となっていたのです。これってそんなにすごいものなんですか？はい、きっとイディアさんが神教を修復するのを手伝ってくれますよ。でも私はどうすれば？簡単ですよ、ね、願いでこれを呼び覚ませばいいのです。例えば、私は三五の宮ここみ渡積島の荒人神の巫女です。私の願いは、自分の思考や判断を通して渡積島の皆さんや私の大切な人たちがもっともっと幸せに暮らせるようになることです。イリアさん、あなたの願いは何ですか？私の願い、私の願いは、ベルーリア・ミラージュにやってきた旅の人たちが、神教の中だけでなく神教の外でも本当に叶えたい願いを叶えられますようにって
ことです。私は知ってます。神境の外で猛スピードで走る乗り物のレールを敷くなんていうのは馬鹿げた考えに過ぎないってことも、メイモムは結局帰って学者を続けていくんだろうってことも、ゾシモスの執筆レベルにはまだまだ改善の余地があるし、フォンテーヌに戻ったら絶対にいろいろと苦労するのも分かってます。夢を追うのはそう簡単なことじゃないんです。それでも私は彼らの願いが叶うことを心から願ってます。この夢と願いの力を存分に使ってください。とても素晴らしい願いですよ。そう、イディアさんは自分のためじゃなく他の人のために願い事をしたんだ。私の友達の中にもそういう人がいるんだ。他の人の願いのために行動し、人の笑顔のためにたゆまぬ努力を続ける人、そういうことをできるのが一番高潔なんだと思う。それ以上褒めないでください。私本当に慣れてないんです。恥ずかしすぎます。私のようなものもこんなにたくさんの人に褒めてもらえるなんて、まるで夢みたいです。でもこれで心境もやっと元通りね。あいつの借りもちゃんと返せたってことかしら。どうしたんだいクレイ。クレ、突然いっぱい願いができちゃった。ビョンビョン爆速車に乗りたい。それに大きな輪っかの上に行ってみたいな。イディアお姉ちゃん、あそこに行く方法はある？方法はありますけど、全員は乗れませんよ。クレが一人で行っても面白くないよ。栄誉騎士のお姉ちゃん、本当か？あれ、結構高そうに見えるけど。
うっかり落ちてしまったらどうするんだ。オイラはお前のことを心配してるんだよ。大丈夫、私も一緒に行きますよ。あっちに行くのも久しぶりです。お荷物の配送ですか？
イディアお姉ちゃん、次はガユお兄ちゃんたちにも乗ってもらおう。いいですよ。進む先を決められるように、生きとし生ける者の意志は全て尊重されるべきです。みんなを神教から送り出した後は、いつも一人でここに来るんです。神教でいろんなものを作り出せて、みんな最初はとても嬉しそうでした。でもそれらを外に持ち出せないって分かった途端、彼らは悩んでしまって、惜しそうな顔や悔しそうな顔で帰っていくんです。リディアお姉ちゃんは悲しい？たまに寂しく感じることもありますが、悲しくはありませんよ。神教を離れるとき、自分が作ったものを全部壊してしまう人もいます。でもそうじゃない人もいる。例えばあなたたちが見たあの住民たちのように、彼らは神教を離れるとき私に頼みました。水系元霊に自分を模倣してもらって、神教にある創造物を維持してほしいって。まるで彼らの夢を見守るみたいにです。なんだかロマンチックだな。でしょ。彼らが外で元気に過ごしてるのかどうかは分かりません。でも彼らは夢を叶えてこの心境にいるような自分になれたかもしれないと思うと、私はとても嬉しいんです。まるで夢の終着駅で彼らを待ってるみたいに思えて。そうですか。私はただ全ての夢や願いは瓶の中にある光のようだと思ってるんです。夢を追い求める途中だろうと、すでに夢を叶えていようと、自分だけのこの光を思い出した時に笑顔でいられるのなら、それだけでいいんです。クレイは今とっても楽しいよ。それじゃあ私もアリスさんに恩返しできたって言えますかね。砂漠ってとこはどうしたって汚い泥のスープみたいな場所ですけど。そんなこと言うんだったら泥水精霊ってあだ名で呼んでやる。イディアは泥水精霊だ。よくも私を笑ってくれましたね。ぱっくり飲み込んでやりますから。みんなに恥ずかしいところを見せてしまいましたが、運行を再開した心境はますます賑やかになっていきますから、みんなゆっくり休んでいってくださいね。うん、クレーみんなで集まりたい。みんなで一緒にビュンビュン爆速車に乗ろう。